Of どうもえー、ザフリーダムボーエクスプレッション始まりました。えー、ディランのカオルです。はい、そしてジョウコミゾです。よろしくお願いします。東京スポーツタサイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますどうもす。いや、今週もはい、ちょっとニュースネタでい<あ>きますね。行ってみたいと思います。はい、ええ。 ってことはネタがないわけじゃないないわけじゃないんですよ、ね。ちょっとこう本当にこう初心に帰ってそういうことです。いろいろこう、はい、語りましょうといで、うん、楽しいですね。楽し,楽しいです楽しいです語るのまあ原点ですからね。うんうん、ワイワイとこう語りながら皆さんもいろんなコメントとか書いていただければなということでございますが、はい、というわけでですね今回取り上げるニュースなんですけれども、はいうん、こちらのニュースになります。 メタリカのメンバー自らがギターの弾き方を教える講座が提供されることになったというニュースでございます、うん、えメタリカがですねまあ、ユージシャンというまあ、これは楽器練習用のソフトアプリなんですけども、うん、まこのユージシャンと協力してファンがバンドと一緒に演奏できる講座を提供することが明らかになっております えー、ジェームズ、えー・ヘッドフィールドとカーク・ハメットはリフ・リード・リズムなどギターに特化した全10回の講座でプレイヤーを指導するということでございますねまあエンター・サンドマンとかナッシング・エルス・マターズとかワンとかですね、えー、まあその辺の曲の弾き方をファンは学習することができます、えー、コースについてメタリカは次のように語っています自分たちのように演奏する最高の方法は自分たちと一緒に演奏することですと、えー、こちらの登録は すでに締め切られているということなんですがこれはリーダーあ <laughs> もう T シャツから <laughs> やる気が違うんじゃない <laughs> やる気というかまあ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 、まあ、はい、はい、<laughs> ちょっとあのリーダーの方からこのメ,メタリカがどれだけすごいかっていうのはせっかくなんでえっとですね昔まあ昔というかね、うん、何年か前にヨーロッパのフェスに出たんですよ。 でセカンドステージかなんかの鳥やったんですよメタリカがいやいや俺らがでもう横浜アリーナぐらいのアリーナですよで俺らの前までも結構有名なバンドが出てて結構バーでいたいたわけですよほんで俺らの時間になると全然いなくなったんですよで俺らよりも人気ある人たちが俺らの前に出てたからなんでこの人たちが前なんだろうと思って俺らとか言ったら全然いないんですよ俺 同じ時間にスタジアムではメインステージがメダリカやったんですよなるほど,るほどみんなそっち行っちゃってもうかぶりたくないんですよねなるほど <laughs> だからもう,もう俺らがこう,もうポッポポポッと押し付けられたみたいな <laughs> なるほど、うん、なるほど まあちょっと苦い思い出っちゃ苦い思い出ですけど。もう終わってそっち見たらすっげえ人でした。見に行ったんですね。そうですか。みんなここにいたんだみたいな。なるほど。皆さんこちらにいらっしゃったらねみたいな。っていうぐらいまあすごいってことすごい。ありがとございます。えあれですかちなみにメタリカの曲をカバーしたりとかっていうその経験ってありますか。まあないですね。特にないですか。そういうことでございますか。まあでもねこういう講座というのはこれは。 夢のような講座じゃないかなと。ああ、まあ、ファンからしたらね、すごいですよね。ねこれちなみにカオルさんは、なあのいろんな憧れのギタリストという方はもちろんいらっしゃると思うんですけど、誰かのこういうね講座をギター講座をもしですよ。もし受けられるとしたら誰とかっていうのあります？いやー、別に <laughs> <laughs> ないですか。そんなないですかね。それはないんですか、うん。うん、その逆もないですけどね。あ、誰かに教えたいっていうのもないし。うん。うんうん 教えるほどっていう感じもあるんでなるそういうことはないと思いますけど教えまず教えて弾けるもんなんですかそういうふうにどうなんですかね教えてもなんかどうなんですかねええるる場所を教とかできまあね簡単にねこういうニュアンスみたいなことはやけどまあそれなりに。 弾ける人に教えるなら教えれると思う。全然弾けないんですっていう人に教えるのはなかなか難しいと思います。確かに確かに。そもそういうことじゃないですよね。多分ね。まあこれはそういうことじゃない一緒になんかそういう、そう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 なんかこうギターを弾いて教えてもらえるっていうこと自体がまあなんかファンサービスみたいな感じもまあ一緒に演奏することの楽しさということなのかもしれませんね。なのでこれで別にプロを目指しましょうとか。待って本気で教えてくださいっていう。 なっている人は多分自分でダウとトを引けるように頑張っていると思いますそうんですよ、ね、だと思いますだと思いますそれはそうだと思います <laughs>、うんまあ、まあでもそれで言うとねそのディルアングレイの音楽を一緒に演奏してみたいというファンもいると思うんですよ、うんうん、やっぱりねライブに行ってもその一緒に歌っている方もいらっしゃいますし中にはやっぱり、ね、ドラムを叩いているって方もいると思うし、うん、当然ギタリストベーシストもいると思うんですけどなんか なんかないですか、例えばこういう講座だったらやってもいいとか、この曲だったら意外とみんなでも弾けるんちゃうとか。せっかくでございますんで、この。あれですよ。少しメタリカの後に続けみたいな。<laughs> 企画。どう、どう、これ。どうです,、ね、すか、どう、どうですか。演奏講座。演奏講座っていうのは、まずちょっともう、やすよね、なんか。むずいっすね。 なんかねそういうタイプのバンドじゃないですよね。うん、なんかまあこれもなんかそのユージさんですかん。俺、はい、もあんまこう知らないんですけどちょっとだからそういうちょっとゲームっぽい感覚があるんですよね、うん、なんかちょっとこうね、うん、そうみたいなね遊びつつみたいな雰囲気なのがなんかまあいいんだと思うんですけど演奏講座はちょっと厳しいですよね。確かに あの教則ビデオみたいな、そう、こうぶちますねえ、俺一回やったことあるんですよ。あ、マジですか？ギターの雑種ネストとかね。ええ？もう結構嫌で。教える教えるべき人じゃないですよみたいなもう。ああ、もっと他にいるんじゃないですかみたいなね。なるほど。あ、まあでも教えるのが得意な人とそうじゃない人って明らかにいますよね。うんだってその動画を撮るじゃないですか。撮る。あの。 うん、めっちゃやり直しました、もん俺。おかしいですかみたいな。<laughs> 教える先生が。<laughs> <laughs> う恥ずかしくなってきちゃう。<laughs> <laughs> 先生がテイク十ぐらいまで。<笑><笑>大丈夫か <laughs>、うん、みたいな。<laughs> なるほどね。まあ、なんかちょっと講座はやめときましょう。で、うん、もしですよ、この、わかんないですけど、ユージシャンを使って。みんなで。楽しく演奏するとしたら。うんうん、どう、どうですか、この曲。どうよ。みたいなどうですかね。この。 ニューアルバムからでも構いませんし、ニューアルバムからだとね、はい、みんなでやって楽しい曲ないっすよ、ね。なね確かにね。<laughs> 俺も言っててないなと思った。そう,そういう感じではない難、ね、しいですね。これね、うん、ちなみにそのえ演奏するにおいて、やっぱりディルアングレイの曲の中でも、そのまあ技術的に難しい曲と、まあ比較的ね、その技術的には難しくない曲とかってあるんだと思うんですけど。 かおるさんの中で最、最なんていうのかな、最一番難しいエン。え、うん、ライブの時に、これが、この演奏の時、むっちゃ、ちょっと、気張るわみたいな、っていうのは。特にあるんですけど。うん。まあ、やっぱ、長い曲は、ちょっと、こう、うんうん、集中力いりますよね。いろいろ展開をこう。体に染み付かせないと、やっぱり、こう。あ、う、あ、ん、ふって、おしゃて終わっちゃうんで。あ,あ、なるほどね。うんうん、なんと、こう。流れでいけないというか。だから、そういうのは、やっぱ。 体に染み付けるまでやっぱまでが大変ですねうんそうかそうかそれずっと集中してないとねどっか迷子になったりする瞬間もいやもうありますね長いとねそういう時ってちなみにそういう時ってどうどうするんですかあれ終わったら私がもうみんなの音聞きます一回で一回放棄しちゃいましたがもうああなんかやっちゃうともうおかしくなって言ってみんなもおかしくなっちゃうんで一回放棄して もうやめるんす。みんな音聞いて入って。なるほどね。ここやってたのね。そう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 。それが一番いいです。なるほどね。あれは。あがいちゃうともう。ダメですね。まあ、あれだけのね、時間帯。あれだけのその熱気の中でやったら、一瞬でも頭が飛ぶってこと絶対あると思う。ん飛ばない方がすごいと思う。本当に。逆にその。どうですか。その、まあ、わかんないですけど、ギターやってる人いると思うんですよ。 この曲からコピーしてくとまあどうですかねしやすいのはまあえー、何枚ぐらい前かな6枚7枚目ぐらいの前の「バルガー」とか、うん、その辺のアルバムの曲はまあやりやすいんじゃないですかねまだ。 そ、うん、ん,んなすごいこう凝ったリフとかを弾いてないんで、うん、なるほどリフ自体がそんな難しいリフではないんでうん、うん、今と比べるとね今とと比べるとねうん、うん、これやっぱりあれなんですか難易度ってどんどんバンドって難しい方にい,いっちゃうもんなんですかいや、うん、それはなん,なんかやめようとはしてるんですけどそういう感じではなくなんとなく,なるべく直感でこう来た模様な感じのものを大事にしてるんですけど。 あのなんかその前を越えていかないとみたいな中でそういう風になってくる感じはありますね。うん、ですよね。うんうん、やっぱり今までやったことがない前を越えていこうってなるとどうしてもやらないような難しいテクニックって入りがちじゃないですか。まんまでもそうなっていくと面白くないんでやっぱり。その辺の辺 バランスが難しいですね。なあ確かにね。難しいいいことをしてないけど難しく聞かせるっていうパターンもあるし、難しいことしてるけど難しくないように聞かせるっていうのもあるし、その辺のなんか感じっていうのはね。うん、それそのその、まあ、バランスが一番難しいですけど、ね <laughs> そ。そういうことですよね。<laughs> うん、でそれをまたライブでやるというのが本当に難しいということなんでしょうけどね。コロさんはどうやってギターを んどんどん上手くなっていっあだからまあそのこれはまあそのギターを教わるけどまあなんか講座っていうノリではないと思うんですよだからやっぱやっぱなんかこう人に教わるよりかは、うん、自分でなんか独学しというか、まあ、自分の感覚で楽器とこう触れ合って、うん、なんかこう独自のなんかこう 作曲方法というかんかこう学校で習ってどうとかじゃないと思うんでやっぱり俺もなんか全然そのコードとかも分かんないこととか俺まだいっぱいありますし習ったこともないしんかそういう方がなんか面白いものができるんじゃないかなって。 って気はしてますねこれね本当にミュージシャンとかやっぱりインタビューしてるとねたくさん音楽を知ってればいいじゃないいいもんじゃないっていうあるんですよね意外とそういう人の音楽ってつまんなかったりするっていうか、うんうん、なんかもうこれも俺知ってるぜこれも俺も知ってるぜみたいな音がねなると、うんまあね、それが人の感動を呼ぶかちょっとちゃう違う,んでしょうね、うんうん、だろう昔はねだろうもいっぱい聞いてましたよ、うん、もうた割ることが言ったらカゴでもばあカな買ってましたからすげえ。ジにドンと でも、もう全然、なんか聞かなくなりましたね。ああ、うん、うん。それの直感で、自分がいいなと思うことを探っていくみたいな。うん、うん、うん。ああ、そういうことなんでしょうね。きっとねー。あ、なんかほら、よく高校生の時は、まコピーバンドみたいな。ああ、まあ、そういうのはしてました、ね。そういうのは、うまくなるにはいいことなんですか。その、真似人、まあ、憧れの人を真似するっていうこと。あ、いいんじゃないですかね。うんうん、やっぱ、そこ、真似から入るもんなんで。うん,う,んうん、うん。基本は。うん。だから、どんどん真似していけばいいと。うん そこから自分の。そう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 。なるほど。あれ前も聞いたような気がしますけど、その一番最初にコピーした曲とかって。一番ワイファイしたやっぱボーイでしたね。あ、ボーイラー。ーうん、ボーイのちなみに曲はノーニューヨークです。ノーニューヨーク。ノーニューヨーク、ニューヨークですわ、それはね。<笑><笑>そういうことですか。なるほど。えー、そこから入ってったんですね。そうそう、多分そうだったと思いますよ。え、それはもうだから、まあ、い,いわゆるタブ譜買ってみたいな。うん、そうそう、えっと、それはね。 あの連れからコピーしてもらって「ああ!」ンもねみんな金ないから買えないんで,えないんですよで誰かに、ね、兄ちゃんが持ってる連れの兄ちゃんが持ってるのをコピーしてもらうとかああそういう感じですよね。今みたいにこう、ね、あのネットで検索すれば転がってるとかじゃないですからね。んか最近のでも若い人たちってやっぱそういう面ではいいですよね。ななんかか練習が手軽にっったっていうか でもねやっぱね<あ>やってる人がううまあだいぶ少ないですよ。<あ><う>プレイヤー人口が。<ー><ー>うん。確かにね。その自分のそのギターのメーカーの ESP さんとかを見行くと、もう昔だったら誰々モデルとか、はいはいはい。ね、外たれのギアの人たちだったり、日本の人だったりとか、もういっぱいあったんですけど、今アニメばっかすもん。 アニメのキャラクターが弾いてるギターを売ってるんですよちゃんと。でその声優さんとかそういう人たちがまた実際弾いてたりもするんであそうなんだすごいみたいですよ売れてそれはそれでねへえなるほどね時代は変わりましたな本当にねだから売れないんですよね楽器がね売れても一本ギターがあればもうあとはなんか音は作れちゃうんで確かに。 コンンピュータータで確かにだからももうアンプも売れないしそっか、まあ、昔はもうねそのもうその差をしか出ない音このアンプじゃなきゃ出ない音って言って、うん、みんなそれを取り揃えてまあだんだんこうねその機材置き場が楽器で占拠されていくのがまたちょっと良かったりしたんでしょうけどう今はねデジタルで全部いいじれちゃいますからねでも結局そういう音を知らないんでそういう音には。 近づかないですけどね,まあねそういういことです、ね、実際はそれっぽいものにはなるのかもしれないけどでも,、うん、でもそういうことじゃなくてそ,もうそういう世代はもうその独自の世界観に行くんでそういうふうに今逆に行った方が面白くはなっていくと思いますけどね<ー>別に知らなくていいものはいいん、ね、でまあ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 なるほどね、うん、だからまあそうやってる人たちが今やっぱいっぱいいるんじゃないですかねなー、まあ、でも薫さんとしてはそこのこだわりはやっぱり持ち続けていたい どうなんですか,、うん、すかね。うん、分かんないですけどね。まああるものはまあこう使っていった方がいいですよね。まあ、経験として持ってるものは確かに、うん。でもまあどっちがいいっていうのは別に最終的にできたものがいいか悪いかでいいんじゃないですかね。確かに。まあそれはそうですね。うん、最初からその決めてこっちはダメとかって言って始める必要もないし。ないです。今は今の時代であの生きていけばいいとは思う。だってあの高い質問 何がヴィンテージのギターのまあねそそうですよ俺ら俺がだから買ったのデビューしたぐらいの時に買ったのが20万ぐらいのがもう100万とか超えますからね。だってもう特にほら60年代のやつとかねそうそうもう今や1,000万近いギターとかって普通にゴロゴロありますから。うん、で普通のギターもやっぱ木がないんで高いんですよ。ねな 昔みたいになんか三万とか4万とかで買えないですよね、うん、買えないんだよね、うん、こればっかりはねだからまあねまあ今だからそのプロになるためとかね、うん、こう,う,ねこう若い子がね、うん、楽器を触りたいと思っても触りにくい時代ではあると思うんでまあなんかこうそれでもなんかこうバンドやりたいとかなんかそういう人たちは頑張ってほしいなと 特に思いますよね。うん、なるほど。うん、ほどでもその頑張ってプロになりたいっていう人はな何を、うん、何を大事にすればいいと思います。うん、一番大切なこ、まあ、やっぱりなんかこう、うん、なんかこうじ自由にものを考えれるような感じにした方がいいですよね。ああ<ー>、うん、なんか決まったことじゃなくて。だからもう何でもいいんですよ。この水に。 向こうに写ってるこいつ、うん、こいつはなんかこっちから見るとこう見えんだなぁみたいなこういうが動かすとなんかすごいぼやっするなってみたいな音にしみようとかさ<ー>なんかなるほどなんでもなんかなんかなんでもで,できますよなんかもう何、えーね、かも四角はこっから数えたら何個だなとかでこっちは何個だなと、うん、なんか音できないかなとか、うん、なんでもいいんですよ<ー>だからそういうふうになんかこう発想なんかこうこうこう。こうこう できるようなものをこう吸収するとか、まあ、まあ、まあ、何でもいいです。本読むでもいいし、うん、映画見るとか、なんかいろんなものを見て感じていくことが大事かなと思います。ええ、でも、まあ、そういうこと。ええ、薫さん、じゃあ、こう、なんか、例えば、見たり、聞いたりしても、やっぱ、これ、を音にしてみようっていう変換を割と、いつもやってる。あの、ずっと、その、まあ、その、ディランゴラの。に。 何かが使えないかってことは考えてます。はあ、なるほどうう。音だけじゃなくてデザインとかもね。うん,うんうんうん。だからそれはまあそうやって生きてきたんで、それはまあしょうがなくもうそれは癖みたいなものですよね。う,ん,うん。それがスイッチがオフになる瞬間ってないんなんかあ。ありますけど。あ、あるんですか。ありますけど、なんかやっぱあってなとあみたいなあれいいなみたいな感じはやっぱあります、ね。そういうのってもう若い頃からです。もう十十代の頃がそういう考え方が変わるなんてそういう。 学生の頃からもうそう。<ー>でも、そうじゃ、そうかもですね。んなんか最初はだから、そう、もうパクリですよね。まあ、うん、最初はね。デザインとかも。うん、あの、昔はやっぱ、その、自分らで。こう。切って貼って。コピーしてみたい、べらつけてたんで。うん。どうん、なんか、ポストカードいいなみたいな、すごく、もう買ってきて、そういう、こう。貼って、そこで、自分でまた、落書きしてみたいな。うん。だから、そういう。の、なんか、こう。街中見てるだけでも、なんか。 間で出てきますよね。うんそういうまあそういう人がやっぱプロフェッショナルなんだろうね。僕なんかすぐなんか町中華美味しいとこないかなと。も <laughs> いやまあまあそれもありです。あそれもありだ。もちろんやっぱね <laughs>、うん、楽しい楽しいこともないと。なるほどね。まあでもなんかいつかでもそしたらこうちょっと多彩記者をイメージした音とかさ、上横水をイメージした音とか。<laughs> うん この番組をイメージした音とかなんかその縛りがあればいいですだからこういうなんかソフトを使うとかあなるほどあなるほどねなんかもう何でも機材持ってきてやってくださいはちょっと分かんないじゃあ今度それ一回やりましょうよこれなんか機材用意してそれで例えば「上ョ横水」を音にしてみましたみたいなとかまあそれいいですね生配信でね「ニコ生生配信」ですよねやってみよこれ。おお。 縛りがあった方がいいあってことですね、うん。そういうことですよね。<laughs> ちょっとまあなんていうの遊び感覚でみたいながいい、ね。まあ,まあそうですね。いいとですね。あんまりそのガチでブレクリエイトしてくださいって話になると、ね。なるとねちょっとこう大変なんだよ、うん、いやもうそうだと思います。じゃあちょっと遊び感覚でなんか、うん、あの僕らなのか皆さんからお題もらったりなんかしつつ、うん、その遊び感覚で音をするっていう。楽しみ。ね、それはちょっとワっと楽しみ面白そう。うんうんうん、楽しい。 うん <laughs> 今絶対自分たちの音にされることを想像して楽しくなってますよ <laughs> あとかどんなのかが <laughs> まあでも俺目線ですからねそう俺から俺から見たやつなんでねそれはすげえないやーショックな結果になるかもしれませんねジョイ,イコメズ音にするとこれなんだみたいな <laughs> <laughs> いでも,もでもそれもまたまあみんなの知らない調査が俺は知ってますからねそうなんですよあひどかったね <laughs> 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 あのひどかった時のジョイ,イコメとこういうこと俺、ね、みたいな <laughs> まあでもそれはちょっといつか企画として <laughs>、はい、まあねいまやるからまあ面白いですねありがとうございますはい、はい、じゃあまあこんな感じで、えー、皆さんもなんか、えー、こういうことやってもらいたいところあればお送りください、えー、ありがとうございましたありがとうございました